おはようございます吉田さん、今日も行きましょうか。大加藤ってのは、ちょっと知らない人だったですね。知らない人というか、何者なんでしょうか。まあ、与沢さんがね、そう、確かに上を見れば上がいる。与沢さんがかつて言ってたのは、10億円ぐらいの資産を持ってることで、金持ちなんて言ったら、もう自分が恥ずかしいみたいな世界にいるみたいなこと言っててね。それからドバイに行ったガーシーとかが言ってましたけども、金持ちの桁が違う、もう、超っていう、ね、奥じゃなくて超っていう、ね、数兆円とか数十兆円っていうので、 め合ってるみみたたいいいな人がいるみたいですねでまあドバイってのは結局あれでしょ、うん、昔のアメリカ大陸みたいに、うん、あっちこっちで失敗してしくじった人がやり直すためのこう国という政策をとってるのかだから金持ちをどんどん誘致してるのはもんあ間違いないと思いますけどもでもその金持ちになったルーツは別に問わないみたいな感じで極端に言ったら犯罪で金持ちになった人とか あの暗号通貨詐欺でね金持ちになった人もドバイに来ればやり直せるよみたいな <laughs> そんなところなんだろうなと思いますまあ、今世界ではね暗号通貨結構締め出し食らってるみたいでどんどん規制が強まったりとか使いにくくなってるんで価格が落ちてるところもありますけどもそうなったらそうなったで暗号通貨で一山当てたい人がねじゃあどこの国でやるかって言ったらやっぱりドバイみたいな国でもう完全にねどうぞ自由にやってくださいみたいな法規制全くない税制もほとんどないみたいなところでねすごくやりやすいらしいですよ なんか税金がないからレシートを取っておくっていうことがないらしいですね確定申告もないしすごくシンプルで使った時に課税がもうすでに入ってるという何も考えなくていいみたいですねだからそれはとってもいい仕組みだなと思いますあの妙な税金がねうん利権を欲しいままにする人のために編み出されて意味もなくぶんどられるっていうのはやっぱりね釈然としないところありますよねさあそれでね今回は手塚治虫さんですよ手塚治虫さんが 生涯最後に言言った言葉正確に言うと手塚治虫さんが自分以外の人に聞かせた言葉でラストの言葉それは仕事をさせてくれっていう言葉だったらしいんですよでこれがね結局さまざまなストーリーとかそれから登場人物にいろんな名言を言わしてきた手塚治虫さんのそのご自身のね最後の言葉この世の中に残した最後の言葉「仕事をさせてくれ」ですよねなんか目に浮かびますよね あの移動の飛行機の中やタクシーの中でも原稿をこうやって書いていてそのまんまの形でインタビューに答えとかしてたみたいですよねで確かニューヨークかどっかにいる時にその東京の連載の締め切りが迫ってたらしいんでアシスタントにねこのもう,う代わりに書いてくれって言ってから書かしたらしいんですよそのニューヨークから電話で書かしたらしいんですよで、えー、と1何1ページ目の1コマ目にはこのキャラクターとこのキャラクターを組み合わせてで背景はあの 昔の漫画の何ページの何段目のここだみたいな感じとかねで背景は書籍にある本棚の上から2番目のそれから左から7冊目のこの本の何ページ目の背景を書いてくれみたいなことをね電話で指示してアシスタントで書かしてみたいな逸話があるみたいですよほんと超人ですよねで最後に仕事をさせてくれってまさにこうやってバタンと倒れたのかなと壮絶な人生だったと思います、まあ、手塚治虫さ,さんがね自分ののの人生にどのぐらいい満足していたのか 全くこれは分かりません。本人じゃないんでだから多くの人はいろんな評価をするでしょう最後まで仕事をしたいと思っていたその手塚治虫さんの崇高さとかね逆に言うと最後まで仕事に縛られて一体自分の人生はどこにあったんだっていうね言われることもあるかもしれませんでも間違いなく言えるのは手塚治虫さんの本心は私たちは分かりませんけども私たち読者の本心は分かるわけですよそれは手塚治虫さんの400数十にわたる作品 その一つ一つが最高傑作全部が傑作みたいな感じでね語られてどの作品を見ても人の人生に大きな影響を与えてきたっていうことなんですよ多分日本の漫画ファンの中で「あなたの名作漫画の名作は何ですか?」って聞くと火の鳥ってあげる人が結構多いんじゃないかなと思いますし人によってはジャングルタイティや鉄腕ソングとかねそれからリボンの騎士みたいなジェンダーをあの時代に扱ったものとかもちろんブラックジャックもあるでしょうし それかから、あやこっていう作品とかね、結構エルチズムのエロスを描いていたわけなんですけどもそういうのとかねあのまだ私もね全作品何があるかすら分かんないぐらい作品多すぎるんですよだから当然ですけども全部読み切れてないし全部入手もしてないんですよでそこで、うん、欲しいものと必要ってことに分けるんですけども確かに欲しいものって誰かによって刺激されるんですよねあいつが持ってるから欲しい自分よりかっこいいから欲しい 自分よりもいいものを持ってるだから欲しいみたいな感じで追い求めるにはキりがないんですよ。で頂点まで求めたと思ったら何もない自由な暮らしに憧れて全てを放り出してみてみたくなるとかね、うんで。そういうふうに外部から受ける影響っていうのはさまざまなんですけども必要と感じるものっていうのは自分の内側からやってくるのかなと思うんですよ。だからねそこをねあの自分の外側に答えを求めるんじゃなくて自分の内側に答えを探し出すと 結構シンプルになってくるのかなと思いますよね。まあ私にとってはちょっと与沢さんにもかぶるんですけど家族こそマストであと家族以外は方便だったりするわけなんですよ。家族を支えるために誰かの関わりが必要とか家族との関わりの中で困ったことがあるから例えば恋愛相談してみるとかねこれ他者にするわけじゃないですか。でも不思議なのはその、まあ、恋愛相談とか夫婦間のトラブルっていうのは本人同士が相談しちうのがが相談しちゃうのが一番いいのになぜか 第三者に相談するんですよね。で、第三者の言ってみれば責任のない、その人の感情で起きた夫婦間のことなんて全く分からない人の言葉を当てにして、またやり取りを始めたりとかね、するみたいなね。だから何なのかなと、トラブルが起きたときに、当事者同士で話し合うんじゃなくて、第三者に向かって相談する行為っていうのは、一体解決に近くなるんだろうか、解決が遠くなるんじゃないかなとか、ね、思ったりしますね。まあ、手塚治虫さんの話に戻ると。 仕事をさせてくれってこれこはすごいいなと思いますざまなメッセージを私たちに伝えてくれるんじゃないかなと思いますしあとね仕事をさせてくれって言ってまさに仕事っていうふうに捉えると多くの人は労働とイコールになると思うんですよ。でも手塚さんのやっていた仕事ってのはすでに労働ではなくって思想に近いですよね。どういうふうに考えてどういうふうに生きるのかそして死んだあとどういうふうに世の中が流れていくのかっていうふうなある意味 人間を超越した意師がそこに介在していて、まあ、火の鳥っていうのはねまさに手塚治虫さん自身のことだったんではないかなと思ってしまいますうんで今回はね手塚治虫さんの遺言というタイトルでちょっとさせていただきました名前で本当はつなぎたかったんですけどもどうしてもこのね遺言って言葉はね残したいなと思いましてちょっと変則的ですけども手塚治虫遺言という形でね最後の言葉ってのは何だろうかってそう仕事をさしてくれってことだったんですよね家族の名前を呼ぶでもなく 昔のふるさとを叫ぶでもなく仕事をさせてくれともう目の前にあるのは常に仕事だったのかなとすごいですよねなんかこんなエピソードもあるんですよその漫画のね締め切りが迫っているのにある日部屋を抜き出して映画を見に行っていたみたいなねすごいですよね、うん、で雑誌も並行書きしていたとねなんか多い時にはなんか7誌同時に週刊誌連載とかしてたらしいんですよ7誌ですよ だって、週刊連載が一本も取れない挿絵しかやらせてもらうようなプロがワンソでいる中で手塚治虫さんだけけはてての雑誌、誌ももうライバル誌にも掛け持ちで書いいいたみたみなね。そうすると複数のストーリーを同時に頭の中で進めてこっち3ページ書いたらこっち2ページこっち2ページ書いたら今度こっちに3ページみたいな感じでバーッと平行書きしていってで原稿が同時ぐらいに完成して編集で取りに来た人に「はいどうぞはいどうぞはいどうぞ」みたいな渡すみたいなね。 で、でそのまま印刷所直行。もうゲラ取りななんてしないですよ。つまり手塚治虫さんはあの下書きをしたらすぐにペンを入れてそのまま印刷所通常はね編集部に持って行ってそこで一番偉い編集長とかがこれちょっとやり直してこういうみたいな感じで渡すんですけどそんなん一切ないみたいなね完全にその業界世界,、えー、っと世界を支配していたんだはなかろうかなと思い、ね、ます、あ、ねすごい人ですね仕事させてくれって仕事させてくれみたいな感じです